はい、この状態で、今シャンプーしてきたところです。で、まあ、ムササビつけてだいぶ腰が出たかなと思います。で、これにヘナウォーターつけて乾かしていきます。ヘナウォーターこちらです。ちょっとこれをつけて、で、シャンプーはノーチというシャンプーで今日洗って、それからのヘナウォーターをつけてる感じです。はい、このような感じで、なんかツルツルだけするトリートメントってあんまり髪の毛実際良くなってなくて質感ごまかしてるだけなんですけど、まあうちあんまりそういうツルッとするやつよりはちょっとこう張り越ししっかり出たりとか、髪質の形状変えるような、形状変わんないか、髪質の、まあ、質感ちょっと変わるような、そういうトリートメントをメインで使ってます。なんであんまりツルツルって感じじゃないんですけど、どっちかというとサラッという感じですかね、質感的には。ちょっと乾かしてみたいと思います。はい、グレージュ、ダークグレージュに染まった感じになりました。で、この状態から通常お仕事の時は1個にひっつめないとダメなので、こういう風にしないとダメなんですけど、まあ、プライベートで下ろした時にちょっと遊べるような感じにしたいと思います。で、今回やるのは何かというと、少し表面に段を入れて、あと顔周りもちょっとこの辺切っても似合いそうな気がするので、ちょっと切ろうかなと思います。勝手に感じてますけど、まあ、縛れる感じではしますので、はい、じゃあまずすごい簡単なんですけども、すごい簡単な方法をして教えたいと思います。で、皆さんレイヤーカットするときって、まあ、ここからこうつなげてレイヤーカットしていくと思うんですけど、その時に問題なのが、このウェイトが上がりすぎてしまったりとかすると、この下の重さがなくなってしまうっていうところですね。なんで A ラインが残しつつポイントで重さを上げたいなっていう場合はどうするかというと、サイドチェンジっていう方法を使います。で、僕はショーバルタンっていうシザーを使ったり、ショーバルタンってこの曲がったシザーですね、あと R2 セミングっていうのを使うんですけど、今日はまあぼかしながらカットしようと思うんで R2 セミングを使います。で、どういう風にするかっていうと、結局こうつなげて切ってしまうと、この重さがどんどん減ってしまうんですね、レイヤーカットしちゃうと。なのでほのかなレイヤーをちょっと作りたいと思います。なのでほのかのレイヤーってどういうことかっていうと、ここにふわっとこう入れるぐらいにしたいんで、顔周りはあまりレイヤーを入れないで、ここはちょっとこの顔周りのラインで少しデザインを作って、ここにちょっと高さを出すようなのが彼女似合いそうだなって勝手に思ったので、そうしたいと思います。ということはイヤートゥーイヤーですね、この耳の付け根のところ、はい、このイヤートゥーイヤーからバックの部分だけ表面にレイヤーを入れるってことですね。はい、ちょっとやってみましょう。はい、じゃあどうするかというと、このイヤートゥーイヤーを手で取ってですね、コムとか使わなくていいので、大体この半分のところからこっちにオーバーダイレクションさせて、このまま逃がしていきます。そうすることによって表面だけ段が入るんですね。ちょっとやってみますね。バランス見ながら、この辺に軽さが欲しいなっていう場合はあんまり取りすぎないようにして、これ今縦スラで取ってる感じなんですけど、表面をこう削っていきます。そうすることによってここにふんわりこう少しこう動きが出たのが分かるでしょうかね。この辺もこう出た感じなので、で、顔周りはちょっとタイトで、シェイプさせて奥行きをこう出すような感じにしたいと思います。はい、こういう感じで、つむじをね通るような感じでやっていただきたいんですけれども、つむじを常に取っていく感じですね。これでまた少しレイヤーが入りました。ちょっとウルフのスタイルになります。ソフトウルフの感じですかね。だから昔みたいなウルフカットがっちり入れちゃうと、ちょっとあれなんで、今彼女が着られ
ちょっとベースがちょっとこう硬い感じになってるんで、それを柔らかくするような感じにちょっと切りたいと思います。でこれで束感が出せつつ下の重さもあり、ちょっとウルフカットになった感じになります。はい、ちょっとシルエットが変わったと思いますね。これで、でこれをちょっと見ながら、調節しながら入れてきます。はい、でこのミドルのあたりはあまり彼女の場合は取らない方がいいと思うんで、表面だけで、表面をこうダミーとして、ダミーってどういうことかっていうと、なんとなくウルフっぽく見えるっていう感じです。なんとなくでいいんですね。これやりすぎちゃうと上短くなりすぎちゃいますから、なんとなくっていうのが一番ポイントなんですね。なんとなくそれらしくシルエットがなってるって感じで、下は A ラインがちゃんと残ってるって感じですね。はい、で今度は反対です。もうほんと簡単なので、これ逆刃で、今 R2 セニングを逆刃で使ってます。でこれオールマイティに使えるシザーなんですけど、かなり使えます。ベースカットも使えるし、こういう削ぎでも使えますし、基本的にこういう削ぎではバンバンバンと使うことはまずこのスイングはないんですけど、結構ベースカットをぼかしながら切ったりとかすると使いますね。はい、でここをやっていきます。ここも、反対側にオーバーダイレクションさせながらサイドチェンジしていきます。慣れると本当に簡単ですね。はい、でここに、ポイントありますよね。これをこのような感じに切って、ちょっとふんわりここをさせていきます。はい、この耳後ろのあたりとかで、これはどうやってるかというと、つむじがここにあるとつむじを通すような感じにしてます。放射線状にこれで、ちょっとウルフカットがここね、ふわっとこう彼女のスタイルが変わってきますね。これでちょっと変わってきたのが分かると思うんですけど、はい、だからすごいこうレイヤーをギュッて、すごい角度で入れてるような感じですね、今のやり方としては。で、バックのセンターとかあんまり入れちゃうとどういうことになるかというとですね、ちょっとバックに見せますね。ここをあんまり台にちゃうと、ここに段差ができるんですね。わかりますか？ここに段差ができちゃって、ちょっと格好悪い。ここに段差ができると。ただここの正中線は結構段入れない方が僕は好きなんです。僕の好みですけど、ここは綺麗になってた方がいいのかなと。ここでこう、どうしても肩がありますから、ここでバサってなっちゃうんで、この辺はあんまり入れたくないかな。入れるとしたらこの辺とかまでにして、上げた方が、せっかくツヤが今ありますから、そのツヤをなくさない状態で雰囲気も変えれると思うので、入れるとしたらこの耳後ろのポイントだけ入れてあげるといいと思います。はい、ここですね、ちょっとこういう風にダウンを入れて、こう遊びを入れてあげることによって、少し遊べますね。で彼女普段はひっつめますので、この遊びを入れたとしても、普段お仕事の時は問題ありませんので、このような感じで削ぎ入れてるっていうよりは、ベースを切ってるんですね。ここをこういうふうにこう削ってるような感じです。例えるとしたら、ここをこう、まあ、レザーでこうキューって削ってるような感じですかね。例えるとしたら、だからドライでレザー使えませんから、これしかもこうちょっとコンベックス状に削ってるんですね。ちょっと難しいこと言うと、コンケーブで削ると跳ねちゃうんで、コンベックスで丸く削ってる感じです。はい、それができるようになれば本当自由自在に、僕の場合は営業でやるとどうやるかっていうと、これをやりながら回していくっていう時に、回していくことによって R が入ったりとかするんで、それはちょっとね、難しいので皆さんちょっとやらなくていいんですけど、こうやりながら回していったりとかするとまた違う動きが出たりとかするので、これはまあ上級編というような感じになります。こういう風に回していくことによって髪の毛にちょっと違う動きが出てきたりとかしますね。で、こういう高さがちょっとウルフカットになってきてます。で、彼女のこれもこっちの R2 セニングでいこうかなと思うんですけど、もうちょっと彼女この辺もちょっとね、縛れる長さを残さないんですけど、もうちょっと遊びがあってもいいのかなって気がするので、
イヤートゥーではないんですけど、少しこう耳ちょっとかけれるんですかね、残して、はい、耳ちょっとかけれるぐらい残して、もみあげは切らないでください、縛れなくなっちゃう。でこの部分をもうちょっとデザイン作ってもいいかなと思います。でここが縛れる長さ残さないとちょっと危険なので、ここでやることは、ここで切ここでこの、まあもうすでにもうちょっとこの触覚があるんですけども、ここでリフトして切っていく方法です。いいですか、このままリフトして切りますね。 R2 セミングでこのままリフトして切っていきます。上に上げてこのままリフトしてぼかしていくんですね。とりあえずいいですかね、ちょっとラインをぼけるんですけど、とりあえず一回これでぼかして切ります。いいですか、こういう風にぼかします。一気にラインはちょっと作ると縛れなかったらちょっとやばいんで、少し、この状態から手先をぼかしてカットしていきます。でリフトしてカットしていきます。で、今ちょっと中途半端な状態にはなってるんですけど、これわざとで縛れるかどうか確認しないとダメなので、一個で引っ詰められなかったらちょっと大変ですから、これ縛れるかどうかっていうですね。どうだ、こんな試していいかな、これは。これで前髪でこう縛れるから、これで大丈夫だと思うんで、仕事の時は。本当はね、この下のところ行きたいところなんですけど、ちょっと耳かけてもらって、でこれ自然に落ちる位置ですね、自然に落ちる位置をちょっと耳にかけて、自然に落ちる位置、はい、この感じですね。で左右対称になってるか確認します。この感じガイドラインに合わせてリフトして、ちょっとぼかしてカットしていきます。でちょうどこの R2 セリングのぼかす量が非常にちょうどよくて程よいんですよね、なんでかなり使いやすいと思います。こんな感じでぼかしていきます。ちょっと長さを合わせるのにフロントでリフトしていきます。でこれでちょっと顔周りのデザインが少し変わったので、まあ本当はバツッといきたいところなんですけど、縛れなくなっちゃうとちょっと危険なので、ちょっと今日はそうしてます。そうすることによって顔周りに少しこうフィットする毛があって、トップにウルフカットがちょっと入る、でマッシュベースのラインにちょっとこうウルフが入る感じで可愛いかなと思います。で、今度アンダーなんですけど、アンダーはいつも通り簡単に切っちゃいます。前に持ってきて、ちょっと今見えないんですけどひっくる返して切ります。どうでしょうか、ひっくる返してボブから伸ばしてる、そうだね、これ襟足がちょっと短いのが中にこれあるんで、ボブから伸ばしてるのかなって感じ、前下がりのボブっぽいやつから伸ばしてるのかな。で、ここを切ります。はい、で、毛先はあんまり、まあ、軽くしたくはないんですけども、ペンシルシザーで今度はキュッとねじったところをチョップ入れていきます。はい、これぐらいでいいと思います。あんまりやりすぎちゃうと毛先軽くなりすぎるんで、はい、クッとやって、要はこれね、中の毛をこう出す感じなんですね、やり方としては。わかりますでしょうかね、ちょっと難しいかもしれない。内巻きイメージさせて、指だけね、まあペンシルシザー切れないようになってるんですけど、先をちょっとこうバラバラにする感じでちょっとしまう。で全体のバランスを見て、この辺もちょっともうちょっといった方がいいかな、この辺ちょっとここら辺もちょっと攻めます、はい、攻めながらちょっと回していって、このバックの方もうちょい入れれそうなんで問題ない程度にちょっと入れます、はい、そしてでこれでウルフカットができて、顔周りがちょっとシャープで、前髪ですね、前髪はちょっと
なんか出てるやつちょっと切っちゃいます。で、この前髪もまたこの R2 セニングが良くて、これほんとすごい簡単に切れるんですけど、いや、彼女の場合ね、なるべく僕前髪切るときってコーミングしないんですよ。なぜかっていうと、コーミングするとテンションかかりすぎちゃうんで、あの内巻きになりづらいんですよ。なのでテールを使います。で、自然な位置で、この R2 でこれ切っていくと本当に自然になるんで、びっくりするぐらい。テールで取ってその人の癖を生かします。はい、テールで取って生かしていきますね。こういう感じです。これ逆刃ですね。ちなみに逆刃で切ってます。あの R2 セニングの良さはこの削ぎ率なんですね。これが本当に絶妙なんで、僕本当何十本っていろんなの使って一番近かったのがこれなんで、これをちょっと改良してやってるんですけど、これだけでも綺麗に前髪が切れています。多分彼女ちょっと自分で切った時に、なんかちょっとこの丸さ、ここら辺ちょっと短く切っちゃってるのかな、多分そういう風に自分的に切ってるのか、なんか自分でいつも直感に切っちゃってる。なんかちょっとこうね、こうグッとグッと入れてますよね。いや、大丈夫です。で、あの R2 使ってバング切るときは、こういう風に切るじゃないですか。そしたらちょっと中をこういう風にちょっと中の毛を切っていくような感じです。イングラをイメージしてカットしていくとよりいいですね。ちょっと分かりやすく横見せましょうか。あんまりこれ見せるときないですけど、こういう風にテールで通りますよね。そしたらこれをこうしていく感じです。分かりますか。こうしたらこうしていく感じです。そうすると中短くなって自然に、わかんない。はい、了解です。ちょっと鏡見てないから。ちょっはい、そうするとこの辺ふわっとして、ここら辺がちょっとこうシュッとなって、ちょっと少し雰囲気が変わったのかなって感じがしますね。あと1個に引き詰めることも可能なので、これでいけるかなと思います。あとは大丸太で、あの全体をちょっと調節しますね。ちょっとダイバルターの方で全体一回ちょっと切り込んで、今度はダイバルターの方で、イングラになるようにね、中の方をちょっと切っていきます。はい、縦に引き出してダイバルターバーってちょっと滑らしながらイングラになるように取っていきます。はい、こんな感じですね。なんかね、スライドカットしてるみたいな感じですけどね、そういうわけでもなく、よりツヤ感を出すためにちょっとそうしてます。はい、中を切ってみますね。このような感じに中をちょっと取っていって、艶を出していきます。こんな感じですね。はい、
で、ちょっとこの辺は逆に取って、はい、こんな感じです。はい、ここも逆に取って、はい、こんな感じです。顔周りはシェイプさせたいんで、ダウンシェイプで表面を、コンケープの方で、コンベックスの方で、ハサミを入れていきます。いいでしょうか。山切りの方ですね。こっちでコンベックス入れていきます。ハンドルクロスだ。けど、使いますね。今ないから。すいません。はい、このような感じに、はい、フェイスラインをやっていきます。はい、で、こんな感じでちょっと。で、あと、まぁ、ちょっと裏技的なのは、あんまりこれ入れちゃうとちょっと危険なんですけど、縛ったりするんで、ただこれは僕も結構いつもやってるんですけど、もっとこの髪型を良くするためには、ここの裏ラインに小顔、ラインをちょっと入れますね。はい、小顔ラインをちょっと入れます。この縦に取ります。はい、落ちるところを縦に取って、この中のこの前髪のバングの延長線上のところですね、ここの裏に5回セニング入れます。これ10パー以下のセニングですね。今回は縛るっていうことができなくなったら本当大変なので5回にしてます。はい、5回以上は入れない。10% 以下のセニングで5回開閉です。で、このバングの延長線上のところに5回です。5回だけ入れます。これだけで全然雰囲気変わるんで、顔周りのこのシェイプさがもっと変わってきます。これでほとんど終わりかな。こんな感じですね。でさらに、今ポイントとして、今カラーは一色で塗ってるんですけど、メッシュを入れたい人、ちょっとメッシュをこの状態ならちょっとまあ悪くはないんですけど、動きをちょっと出したいとか、カラーの後にメッシュを入れたい人とか、簡単な方法です。アイロンでメッシュが入れれます。はい、じゃあどういう方法なのかちょっとやってみたいと思います。